待ちなよ。校長先生。イエス。ネズミなのか犬なのかクマなのか、隠してその正体は校長さん。秘訣はケラチンさ。人間にこの色つやは出せやしないのさ。その話は後にして、君これ、オールマイト、わずか1時間で3件の事件解決。現に今回の授業もう少ししか出られないんだろう。進めたのはこっちだけどさ、引き受けた以上は教職優先で動いてほしいのさ。こっちとしてはこの町にもヒーロー事務所は何十件とあるわけだしさ。おっしゃろ。それならいっそここで私の教師論を聞いて今後の糧としてお茶を入れ。飲んでちょ。先生は話し始めると長い。残念、諸事情があって今回から内容を変更しちゃうのさ。校長先生。変更って、これからは対人戦闘活動を見据えたより実践に近い教えを重視するのさ。というわけで諸君らにはこれから二人一組でここにいる教師一人と戦闘を行ってもらう。当たりさ。ええ、それも高度な計算によって導き出された。どこをどう壊せばどう連鎖していくか、そんな計算お茶を入れるくらい簡単なことさ。脱出ルートは一つだけ残してあったのに残念だったね。みんな大好き小型哺乳類の校長さ。最近は私自慢の毛質が低下しちゃってね、ケアも一苦労なのさ。これは人間にも言えることさ。やはり一番重要なのは睡眠だね。ライフスタイルの乱れが最も毛に悪いのさ。ライフスタイルが乱れたのはみんなもご存知の通り、この夏休みで起きた事件に起因してるのさ。経営家も普通家もサポート家もヒーロー家もみんな社会の後継者であることを忘れないでくれたまえ。いいじゃないか。しかしだ相沢くん、その子これまで社会から切り離されてきたんだろう。そんな子を突然文化祭っていう非日常へ連れ出すのもいささか乱暴な気がするのさ。だからそれを人はワクワクさんって呼ぶのさ。ネス校長、ミッドナイト先生。有意義だったようだね。チーズ食べてる。うん、文化祭私もワクワクするのさ。ちょっとカヤマくん、じゃあ君たち存分に楽しんでくれたまえ。